じめまして、リナです。桐生一馬だ。頼みます。頼む。はーい。こっちお願い。私ももらっていい？いただきます。桐生さんってすっごくいい体してますね。何かスポーツとかされてたんですか？いや、ですか。でもいいですよね、筋肉ある人って。なんだ？え？いや、自分ではやりませんけど。ん？それも全然。そうだな。そうなんだ。前はどんなスポーツを見てたんですか？すごい。私にもいろいろ教えてくださいよ。私、そういう男っぽい話題は全然詳しくなくて。実は私、まだキャバのお仕事始めたばっかりで、全然勝手が分かんないんですよ。それはもちろん、可愛い女の子が集まる職場だからですよ。というかですね、私幼稚園の頃からずっと女子校育ちだったんで、女の子がいない生活って考えられないんです。私が男だったらお客として毎日キャバに通うところですけど、残念ながら女なので。私、女の子が好きなんです。右を向いても左を向いても可愛い女の子ばかり。まさにここは天国です。うらやましいでしょ。更衣室だって入りたい放題なんですよ。女同士だから全然問題ないですよ。オールオッケーです。桐生さんも男の人のことが好きになればきっとこの感覚がわかりますよ。
キャバってお給料いいじゃないですか。可愛い女の子と一緒にいられる上にこんなにもらえるなんて、ほんと天国ですよ。そうなったらピンチです。こんないい職場経験しちゃうと、もう他のバイトには戻れないかも。今のうちにできるだけ稼いで、しっかり貯金しとかないとな。やっぱりカメラ買ってる場合じゃないよね。何？今流行ってるんですよ、一眼レフ。写メよりもよっぽど綺麗だし、こだわりがある感じがちょっと大人って感じ。でもなかなかお金がたまらなくて、全然買えないんですよね。それが最近金銭感覚が麻痺してきちゃって、ちょっとの距離でもタクシー使っちゃったり、レンタルの延滞料金が気にならなくなったりとか。こんなんじゃいつまで経ってもカメラ買えないよ。そう言われてみると、周りの子がみんな持ってるから私も欲しくなってるだけなのかも。そうだな。うん、衝動買いしないように気をつけなきゃ。高い買い物をしたのにすぐ飽きちゃって、それで貯金もゼロってなったら最悪だもんね。キリュウさん、アドバイスありがとう。女の子同士でおしゃべりしてると、ご飯屋さんの話題が多いんですよ。おで、おすすめされたお店に実際行ってみるとすっごい良くて、それはそれでいいんですけど、たまには私の方からお店を紹介したいんですよね。なんだ？そうなのかな。美味しいお店一つ知ってたらそれで十分っていうか、わざわざ他のお店に行く理由がないと思うんです。だから同じお店にばっかり何度も通っちゃって、いつまで経ってもレパートリーが増えないんですよね。そうだな。とはいえ、そういう失敗も含めて、いろんなお店に行ってみようと思うんですよ。どういうところがいいのかな。どうだ。定番すぎて今さら開拓する余地がないですよ。テレビとかでもよく取り上げられてますし。今さらそこに踏み込んで得意げに紹介しても、あ、そこ知ってるって終わっちゃいそう。専門のパティシエは当然として、どこどこのレストランのデザートが美味しいとか、そんな細かいことまで全部知ってるんだから。おいおい、あ、キリュウさん、それ NG ワードだから。食べ物の話をしてるときに体重の話はしないで。すまない。
Here. ありがとうございます。キリュウさん。お客さん、どうです？遊んでいきませんか？いい女の子いますよ。お会計よりうちがいいですよ。絶対満足させますんで。ねえ、どうです？ねえ、どうですか？お客さん。どうです？遊んでいきませんか？いい女の子いますよ。お会計よりうちがいいですよ。絶対満足させますんで。ねえ、どうです？ねえ、どうですか？ねえ、ちょっと。いらっしゃいませ。どうも、ゴロミでーす。ちょっと待って。いやいや、まあ、さすがや。何頼む？キリュウちゃんはこないな店よーく来るか？いや。ほんなら今日はラッキーやったね。こないに可愛い女の子と酒が飲めるなんて、そうそうないやろうからの。うちに惚れたらあかんで。ええノリしとるの。さすがキルちゃんや。あ？俺か？俺は毎日のように通っとったで。客としてやない、オーナーやったんや。なんだと？一時組を破門されて肩着になってた頃があっての、我ながら辛い過去やったわ。そうだな。おお、せや、なんやギルちゃん、妙なしのぎしとったの。確か不動産やなかったか？ああ。
それのどこが辛い過去なんや。そんなん何の自慢にもならへんで。そもそも他人が建てたビル奪ったところでおもろないやろ。それより自分の手ででっかいビル建てる方が俺は興味あるの。ミレニアムタワーよりもでかいビル建てたるやないか。おれ、キリュウちゃんの方からも話題振れんか。こないな時は男の方からリードせんと。そうだな。私めっちゃごつい男が好きやね。やっぱり男は強くてなんぼやわ。なあ、そういうのはどうでもええね。とにかく一緒にいて楽しいことが全てや。せやから強くなかったらあかんねん。ん？ああ、そんなん決まってるやろが。男女が一緒におってやることと言ったら一つ。喧嘩やろが。なら簡単やけどね。ほんまに付き合う資格があるかどうか確かめる必要があるやろな。せやな。それを手っ取り早く確かめるにはやっぱり直接喧嘩するのが一番やな。おいおい、ほんまや。キリュウちゃん、ツッコミするの。もちろん延長するやろ。そうだな。さすがや。アホ、おもろいことあるか。だいつもこいつも面倒なガキンチョばかりでほんまに気が休まらん職場やった。それに比べてゴロミったら完璧すぎ。こんなキャバ嬢がおったらお店の人も毎日ハッピーやるな。そうだな。そもそも女を使おうって儲けようっちゅうのが性に合わんし、肩着のしのぎをすること自体嫌で嫌で仕方がなかったけど、いろんなトラブルを一緒になって乗り越えていくうちにどうにも情が湧いてきよってな。しまいには店のみんなとお別れするのが辛くなってしもた。みんな今頃どこで何しとるんかの。なるほど。キルちゃんも一度やってみたらどうや。キャバクラの経営、きっと客ん時とはちゃう目線で楽しめると思うで。
キャバも極道も大した違いはあらへん。どっちも客におしぼり渡して金もらうだけや。ま、お客様は神様やから何があっても殴れへんところが辛いところやけど、それでもやってみると案外楽しいもんやで。キリュウちゃんは女おらんのか？おいおい、せっかくシャバに出てきたんや、少しくらい遊んでもバチは当たらんと思うで。しゃあないの、孤独なキリュウちゃんのためにゴロミちゃんが一肌脱いだろやないか。そうだな。ん、ほんまか。急にどないしたんや、キリュウちゃん。やだ、ゴルミったらドキドキしてる。まあ、そんなこと言うたって簡単には落ちないんだからね。そろそろ時間か。最高な気分や。ちょっと待て。なんやと？そんなもんか。
せ。まだな、キルちゃん。おもろいな。お客さん、どうです？遊んでいきませんか？いい女の子いますよ。お会計よりうちがいいですよ。大満足させますね。ねえ、ちょっとお兄さん、遊んでいきませんか？いい女の子いますよ。このまま家帰っても楽しくないでしょ。ちょっと試していきませんか？ね、女の子どうですか？大満足させますね。ほら行きましょうよ。ねえ、どうですか？ねえ、ちょっとお兄さん、遊んでいきませんか？いい女の子いますよ。このまま家帰っても楽しくないでしょ。うちがいいですよ。ちょっと試していきませんか？来てもらったらね。